んと申します。あ、どうも。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと雨降ってきちゃったこのここの5階でもいいですか。あ、もちろんもちろん。今回の動画は、人を幸せにする人が一番幸せになるがポリシー、茨城県つくば市本田秀樹さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。外録チャンネル三谷の下でディレクターになりたいよという若者大募集中です。概要欄掲載の応募方法でご連絡お待ちしてます。一緒に面白いもの作りましょう。出演者大募集、概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしてます。現在は経営者兼ラッパーって感じですか。はい、そうです。で、格闘技はやられてたんですよね。格闘技やってました。キックボクシング。キックボクシング。キックボクシングとムエタイです。チャンピオンだったんです。チャンピオン。世界チャンピオン。一応世界タイトルを持ってます。はぁ、うん、そのよりももっと前だと、うん、めっちゃ不良っていうか、めっちゃ不良っていうか、なんすか、あのあーチーマー世代っていうことですかね。そうですね、まあチーマーとかギャングとかみたいな。カラーギャングみたいなのが入った。まあ混ざったような、メンバーの中にカラーギャングもいたし、暴走族みたいな格好してるやつもいたし、いわゆるチーマーとかサーファー、アメカシもいたり、ごちゃ混ぜですね。だからあの池袋ウエストゲートパークに出てくるような不良のリアル版っていう感じですか。そうっすね。え、今現在はお仕事の感じで言うと、何が一番メインなんですか。メインなんかいろいろ投資してるたりするんですけど、キックボクシングジム10店舗と不動産会社持ってて、ほうほう、あと飲食店をちょっとやってます。で、今 YouTube もやってらっしゃるとか。 YouTube 一応YouTube 版って感じじゃないですけど、 YouTube チャンネルがあった方がなんかいいじゃないですか。まあ、そうか、曲出したり、曲出したり、あとまああの人のチャンネルにコラボした時に拾えるんで、うんうん、ああ、そうか、それでなんか、はい、お店の宣伝なのか、はい、事業のなんかにもなるかもしれないし。そうですね、まあ事業の宣伝は全然考えてないですけど、まあ音楽につながればいいなと。あ、うん、え、だって音楽なんすか、 AK69 さんとか、うん、はい、ジブラさんとか、うん、結構そうそうたるメンバーで曲出すってことすね、はい、今後またそういう曲出すよってやつか、そういう 大物ラッパーというか、ね、フィメールラッパーだと、はい、エルテレサちゃん、ほうほうほう、あ、この間ポップユアーズが出てたエルテレサちゃんと今曲作ってて、それがもう出来上がるのと、あのリキダディダディ言うじゃないですか、ほうほう、リキダディダディと今曲作ってます。そうなんですか。はい、この間マクガフィンってヒップホップチャンネルで彼と、はい、彼にキック教えて一緒に出たりしてます。へえ、まあ、自分もそのマクガフィンに今特集で出てるんですけど、はいはいはい、大体いつもひたすら今に至るまで聞いてくっていう感じなんですけど、はい、出身どこなんですか。千葉県千葉市です。おお、あすみが丘ってとこなんですけど、はい、東急のが開発した新興住宅街なんですよ。だから街比較的田舎だったんですけど、街が比較的すごい綺麗で整備されてて、うんうん、アメリカの田舎町みたいになってるんですよ。へー、で結構俺気に入ってて、ほうほう、で旧市街というか、ほう、そっちの方と、まあ、新しく出た新興住宅街分かれて、中2からもう新しい学校で最上級生になったんで、中学の時、うん、中学の時先輩いないってすごい楽じゃないですか。ほうほう、先輩の概念が薄いというか。はあ、うん、不良とかいないんですか。じゃあ不良とか、俺自体は別にそんな不良とかでもなかったっていうか、まあ、不良っぽい部分はあったかもしれないですけど、まあバスケ部のキャプテンで、胸筋で、なんだろう、人を笑わせるのが好きで、人楽しませるのがもともとすごい好きだったんで、学校も俺その休んだこともなくて、そのすげえ風邪ひいた時以外別に楽しいから毎日行くんですよ。別にそんな遅刻することもなく、早く着いちゃってみんなまだ来ねえかなみたいな、そんなタイプっていうか、別に不良でもなく。なるほどね。うん、だから合唱コンクールとか運動会とか体育祭とか、みんな絶対優勝しようぜみたいな真面目な部分はあったっすね。なんとなく大学をこう目指す感じなんですか。もう普通そうなんですけど、高校に行くと自由度が広がるじゃないですか。はい、ただ、まあ、まあ友達とかいっぱいできたり、はい、まあなんだろう、夜遊びを覚えちゃって、うんうんうん、そっからっすかね、なんかちょっと変化してったっていうか。あ、じゃあそう、高校ぐらいでちょっと不良の道に入ってくるんですか。うんうん、そうっす、自分的には不良だと思ってないですけど、まあいわゆる旗から見たらそうかもしれないです、ね。え、ちょっと親って何してる人だったんですか。うん、親は普通自営業で、ほうほう、中華料理屋の、オーナーです。共働きで。じゃあその渋谷夜出くわす、出向くとか、うん、そんなのは止められるタイプじゃないんですか。あ、別にそうっすね。そんなうるさいタイプじゃなかったですね。90年代の渋谷って どんな様子ですか。
どんな様子だったんだろうな。まあ、今より治安悪かったっすよね。だいぶ。でも自分千葉じゃないですか。はい、だからもう、月2回ぐらいしか渋谷行かないんですけどね。ただまあ、途中いろいろあって、まあ、渋谷とかにも、じゃ勢力伸ばしたり遊び行くことがあって、まあ治安悪かったし、俺も丸腰じゃ渋谷行かなかったっすね。何持ってくんですか？なんだろう、ダボダボパンツに、これ長い、なたって、マチェーテって言うんですか？そんな警棒みたいなもんですか？警棒じゃなくて、マチェーテって長なたみたいなのがあるんですよ。ほうほう。そしたら腰から下げてたりとかして、渋谷に行ってたりとかしてたんですけど。あ、それ持ってないとちょっとこう危ないよねって感じですか？まあ、なんか俺不安だったんですよね。あ、じゃあ普通に歩いてたら絡まれるとかですか？まあ、勘繰りかもしれないですけど、うん、なんとなく。はあ。うん、薬物とかもなんかそらじゃ売られてるとかですか？薬物とか別に自分そんなあんまやったことなかったっすね。あ、でも周りの人はやってる感じですか？やってたやつもいましたね。お、うん、そこでそれギャングチームみたいに作るんですか？うん、まあそうですね、話は前後しちゃうんですけど、まあ、高校1年ぐらいの時に、はい、自分らが津田沼とかで溜まってて、はい、その溜まってる集団ごとなんか大きいなんかチーマーとかギャングみたいなのができたよって噂聞いてて、はい、でそいつらがなんかまあ話に来てっていうか攻め込んできたというか、まあ支部になんないかみたいな感じになって、自分ら長野ごと支部になった感じですかね。そこのもう、はい、支部ってことは、はい、どんぐらい人数いるんですか？本部最初200人ぐらいいて、その支部になって、まあなんか大きな事件になって、やっぱその人数いるじゃないですか、はい、だからそれで自分が2代目のリーダーになることになって、本部が千葉になったって感じです。もともと東京のチームだったんですけど。はあ、なんてチームだったんですか？ KGB って言うんですけど。だから暴走族とは違うってことなんですよね。暴走族とは違うっすね。どんな感じなんですか？当時要はインスタグラムとか SNS とかもあんまないじゃないですか、はい、うん、だから貴重なんですよね、そういう似たようなあれと、なんだろう、人気者が集まるというか。その人気者たちはなんか雑誌とか出てるんですか？じゃあ、そうですね、雑誌とかも活用してましたね。雑誌も自分出てましたし、自分のチームのやつがもう出させたりとかして、はあ、まあ、それでまた増えたりとかしたり。あ、それ女性もですか、うん、じゃあ、うん、もちろん多分読者モデルみたいなとか雑誌で知るしかなかったと思うんですよね、当時。そういう渋谷の文化とか、だからそれで多分みんな渋谷に憧れて、みんな集まって、その楽しく遊ぶためにそのカーストで一番高いのが多分チーマーとかだったと思うんですよ、当時ギャングとか。あ、じゃあ幅を聞かせられるのに、うん、じゃあそれか、人気者が、うん、そういうギャングとかになるとか、チーマーとか。あ、人気者になるためにギャングになってるやつもいました。はあ、うん、でその人気者をまたうまく使ったりとか、うん、まあ、クラブに呼んでゲストで呼んだりとか、まあ、抱えてたりするのをその渋谷に集まってるチーマーとか、そういう文化だったと思うんですよね。はあ、世の中的な流れで雑誌とかすごい、なんだろう、うん、コギャルとか、はい、アメカジとかいろいろ流行ったりして、ファッションの最先端行ってるのもチーマーとかギャングとかだったと思うんですよね。で渋谷に集まってる人間たちが一番かっこいいみたいな。SNS もないから、多分その渋谷にいる人こそみたいな部分があったと思うんですよ。その中で幅利かせたり、楽しく遊ぶために人数が必要だ、まあ、俺ら千葉の田舎もんでも、まあ、渋谷とか都内とかで幅利かせられるようにもうあったと思うんですよ、そういう子供ながらの心理も。はあ、大人数でそこに行くみたいな。そうですね、まあ、行くことももちろんあるんですけど、そこに所属してて、あ、千葉に住んでるけどその大組織のやつなんだってことで一目置かれるとか、そういう文化はあったと思います。はあ、なるほどね。まあ、ガキの世界の話ですけどね。なるほどね、うん、その硬派な暴走族に狙われることないですか？じゃあ逆にそういう渋谷みたいなことで、そんなナンパなことしてるやつらみたいな。あ、それもこ暴走族も潰すぐらいの力もあるじゃないですか。あ、人数が多いから、人数というかその凶暴性もあるし、要は武器も持ってるわけだし、ああいろんな意味で、はあ、要は現代の形を変えた暴走族の協力版みたいな感じだと自分は思ってたんですよね、はあ、だもちろん暴走族でも気合い入ってやつらたくさんいるし、はあ、そういう文化が残ってるしあれなんですけど、まあ、自分はそう思ってたと。なるほどね、うん、あくまでもそう、なんだろう、犯罪をしたい、悪いことをしたい、人にを痛めつけたい、そういうわけではなくて、あ、その町いや、うんうん、都心で力をつけて自由になりたかったっていうのが、うん、本来の目的というか、それはあったんじゃないですかね。まあ、ちょっとそう、うん、それが一番のモチベーションなんですね。
だったんじゃないですかね、ガキなりに。ああ、まあじゃあその中で、うん、まあ時々揉め事が起きてしまうことは、うん、まあもちろんあるけど。もちろん。うん、はあ。ギャングだから武装もファッションの一個でもあったし、ね、まあ実際に取得分には損はないよね、うん、みたいな感じですか。あの当時法律も緩かったんで、さすがに長縄はあの止められて没収された時あるんですけど、ほうほうほう、でもそんなに高くもなかったなの買い替えたりとか。うん、それ買い替えるんですね。買い替えます。へえ。うん、高電圧に改造したスタンガンとか長いやつとか、あ、そんなの持ってんですね。で、ここから全部電流がバーって出てとか、触っても感電するやつとか。なるほど、うん、それなりにしのぎ的なものもあるってことですもんね。まあしのぎってほど、まあ、結局もう本当ガキのお遊びですからね。あ、だからまあ高校生なりにはいいお小遣いにはなってたというか、まあ、ちょっとギャングごっこができたような感じであったんじゃないですか。千葉なんですけど、まあ、月に1回六本木とか渋谷とかでイベント売って、昼間借りると安いんですよ。10万、20万で借りれて。で、チケット1万枚とか吸って、で、それ売るんですよ。で、3500円で書いてあるんですけど、それ300円とかで、あの、幹部とかに渡して、それ500円で次のやつは捨て。全員が儲けられる仕組みになっているんで。あ、まあ、400円とかで売って1万円でもう400万入るじゃないですか、自分に。で、10万払って、DJ に5万払って、で、経費に30万で370万利益とか、それ毎月1回あったりとか。はぁ。それで、まあ、力をつけていって、うんうんうん、とかっすかね。なんか武器も揃えていってとか、ガキの時っすよ。今じゃないですよ。はぁ、うん。武器を持って、攻め込まれた時の対策をするわけですね、一応ね。そうっすね。と、あと、普段武器を持ってるっていうパフォーマンスもあったと思うんですよね。あ、うん、何するか分かんないから近づくのはやめとこうじゃないけど、そうだと思うんです。あと武器を持ってみんなも武器を持つようにしてれば一人一人の意識が変わるじゃないですか。ほうほうほう、魔法かかっちゃうんで。はあ、うん、それで怖い集団やっぱ出来上がって。そっか、怖ければ別に何にもしてこないから結果な、うん、何か事件になることもないだろうみたいな。そうですね。その、なんか、最強とかそういうのは幻想だと俺は思ってて、最強より無敵の状態が強いと思ったんで、はあ、無敵の状態は好んだんで、まあ、誰も敵がいない。はあ、そうか、人数多いし。はい。はあ。だと思うんですよね、本能的に。その、争って、あれして人を傷つけても、なんか、それはその当時から本能的にそんなにいいことだと思ってなかったと思うんですよ。そうですね。だからまあ、関わんなよと。そうして、うん、だから国だってそうじゃないですか。核を持ってて、力強い国とは揉めたくないじゃないですか。うんうんうん、だからそういう原理だったんじゃないかなっていう。はあ、大げさに言うと。まあ、所詮ガキの世界ですけど。でもガキの世界は確かに数百人の武器を持った集団に立ち向かっていこうとは誰も思わないですもん、うん、同世代では。リーダーは総長っていう感じじゃないですもんね、暴走族の。まあ、総長でしたね。総長みたいな感じです。チームは何するんですか。普通の暴走族とかと違うのは、はい、まあ、人数が、まあ、最初200人ぐらいだったんですけど、はい、自分らがフランチャイズ方式みたいなのをちょっと思いついたというか、はい、まあ、よその暴走族とかもチーマーとかそういうのを吸収してって、まあ、KGB 名乗ればみたいな。ほうほうほう。で、加盟金というか、へ、まあ、そういうのがあったかな。分かりやすく そんなビジネスみたいなこと高校生の時からもやってたんですか。そうですね、まあ、そんな全然本当大したもんじゃないですけど今考えるとそうですね。普通に暴走族だったら、うん、いや入りたくねえよってなりそうじゃないですか。まあ、自分ら人数いたり武装してるわけなんですよ。ああ、いや勝てないかもって思わせるってことですか。はい、まあそうですね。まあ、あと集金力も多少あって、まあ、ガキなりにっすよ。なんか月に1回イベント打ったり、まあ会費もみたいな感じでもあったり、でそれだんだん1000人ぐらいに膨らんでいくわけですよ。そうすると、まあ、毎月決まったお金が入ったりとか、まあ、みんなある程度持ってきたり力あるじゃないですか。で揉め事の時にじゃあ渡すからこれ行ってこいとか、まあ、詳しくは言えないですけど、まあ、そういう力もあるじゃないですか。はあ、まあ、あんまりちょっとこういう話したくはないですけど、まあ、なるほど。まあ、うん、高校生の時年収いくらですか。いや年収わかんないな。でも1000万単位ではあったんじゃないですか。うん、一番高い買い物なさ高校生の時した時の一番高い買い物、高2の時に金無垢のサブマリーナやってました。金無垢のサブ、金無垢の全部金でできたサブマリーナとかやってました。サブマリーナって腕時計ですか。あのロレックスのサブマリーナ、はあ、全金のあと全金のイーグルとかしてました。今だと多分1億とかするやつです。1億でも30万で買えたんですよ当時は。へえ。40万で売っちゃいましたけどね、1億だったら持ってたら。はあ、なんか面白いじゃないですか、ギャングの格好して17歳ぐらいでなんか金無垢のサブマリーナロレックスとかして金のゴロズのイーグルとかしてたらなんか
かっこよくないですか。それでも奪いに来るやつはいなかったっす。それいや奪いに来れないような力があったんでやっぱ捨てたんじゃないですか。そっか、人数も周りにいるし、いつも大人数いたし、まあ、あいつ襲ったら返し来るとかやっぱり連想させるんで。なるほど、うん、はあ、すごいな、すごい社会ですね。初代の人が辞めちゃう構想の原因って何なんですか。いや、百十何件のちょっと事件になっちゃって、それでなんか自分とかみんなが高校生の時ですよ、逮捕されちゃって、それで一回解散したんですよ。警察に解散届け出して。あ、じゃあ110何件分に 16歳。そうですね、そのグループでの犯罪が溜まってたんですか、うん、そういうことですね。窃盗とか傷害ですか、うん、いや窃盗とかはなかったと思う。ほとんど傷害か恐喝だったと思うんですよ。ああ、うん、おそらく。そう、自分がやったわけじゃないですよ。あ、もちろん全体としてです。その200数名が、うん、200数名、そうですね、ところどころでやってたんですね、うんうん、はあ、まあ、その時1000人近くなってたのかな、下部組織とか。あ、合わせると、合わせると、周辺部隊合わせるとそのぐらいになってたかもしれないですね。はあ、うん、千葉フランチャイズのリーダー格だったから田中さんは捕まるわけですか。千葉フランチャイズ、その時別にリーダーとかそういうんじゃなかったんですけど、二個上の人が初代だったんで。あ、なるほど。別にその、なんだろう、後輩みたいな感じいただけで。ただ突然それが、その事件が起こって、二代目の千人のリーダーになったって感じですかね。はあ、何するんですか、千人で。千人で一堂に会したことは一回もないです。はあ。だ2、300人だったらあるっすけどね。2、300人が来た時はイベントをするんですか。イベントもありますし、ただ駅で集合して、まあ顔合わせとか。喧嘩をするんですか、やっぱりじゃあ。うん。まあそうですね。困るな、この人。人はさらいますか。すげえ、人はさらいますか。いやいやいや、まあ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 、まあ。いろいろあったと思いますよ。なるほど。あんまほら、俺がこれで言いすぎると、ほら、なんか、田舎のヤンキーの自慢回しみたいになっちゃうから。なるほど。うん、まあまあ、そういうのがあったと。そうか、そう、別に俺が刑事味の話を語りたいわけではなくて、なるほど。それとも、捕まって別に少年院とか、鑑別所とか行くわけじゃないんですか。鑑別所は行っちゃいましたね。おでも鑑別所って檻と別って書くじゃないですか、はいはい、だからまあ自分の中では捕まってないなみたいな。お、少年院には行ってないんで。鑑別所どんぐらいいたんですか。じゃあ30日ぐらいですかね。あ、短いですね。短いです、はい。構成の余地あれと見なされてるんですか。そうですね。はあ、うん、でも2代目にはなるんですか。2代目にはなるんですけど、はい、どこの地域もその悪いやつらって出てきちゃうじゃないですか、はい、だからその自分がリーダーになって、まあ、そんなえぐいことが起きないようにもできるじゃないですか。コントロールできるっていうか。あ、リーダーだったら。リーダーだったら。はい。2代目になった時は高校生ですか、大学生ですか。高校2年ですね。高校2年生のリーダー、うん、そうやって目つけられたりしないんですか。もっと大人の悪い人たちというか。ああ、つけられて、なんかケツ持ちになりたいとかそういうオファーは結構あったっすよね。おー、うん、ちょっと断るんですか。断ってたっすね。のらりくらりかわしたり。うん、2代目のリーダー何歳までやるんですか、うん、まあ、自分1回捕まっちゃってたんで、まあ、なんかそんな表に立つの嫌だなと思って、はい、まあ、あと3代目のリーダー同級生なんですけど、はい、まあ、威力あるし彼に任せてた方がいいなと思って、早めに多分1年ぐらいで譲ったかもしれないですね。でも結局その後も、まあ、2トップみたいな感じでずっと一緒に行動はしてたんで、ほうほう、まあ、同じようなものですかね。まあ、具体的な活動をいつまでしたっつうと分かんないですけど、まあ、24ぐらいまでそういうふうに思われてたかな、大学卒業するくらいまで。あ、でも大学行くんですその状態で。一応まともな家の子なんで、うんうん、普通に大検取って大学行って。あ、高校は辞めてるんですね。そこ高校は逮捕されちゃって辞めてるんですよ。そのそういうチームにいながらも一応その大学卒業して会社になるみたいな道もなんか思ってたりするんですか。あ、会社員になろうとは思ってなかったっすけど、まあ普通にまともな道で、まあ事業家になりたいなっていうのは薄あったっす。え、その大学卒業した後どうなんですか、社会人やるんですか、それとも。社会人やります。まだちょっと力あったんで、はい、後輩とかたくさんいるじゃないですか、はいはい、それでなんだろう、飲食店とか経営したりとか。何の飲食店だろう。そう、まあ、キャバクラとか、キャバクラのオーナーやりながら不動産会社に試しに勤めてみて、ほうほうほう、でその時に結婚して嫁さんがネイルサロンやりたいって言ったんで、じゃあネイルサロンやってみるかってしたら、あれよこれよって前ネイルサロンが10店舗ぐらいになって、ほうほうほう、で不動産会社はちょっと辞めてネイルサロンのオーナーになって、ほうほう、でキャバクラも辞めて、ほうほう、みたいな感じですか。ほう、うん、それは人脈があるおかげで事業はうまくいったっていう感じなんですか。あ、事業、あ、事業、いや別に人脈があるとかするんじゃなかったですね。
いろんな本読んで勉強したり、そうっすね。あとは大きい組織にいたから人の気持ちとかそういうのは人一倍多分気づいたり、機微というか、はあ、それは役立ったかもしれないですね。そこからその普通に経営者やりながら、うん、格闘技やるってのはどんな気持ちでなったんですか？格闘技やるのはちっちゃい時空手とかやってて、ほうほう、で小学校から中学校ぐらいまでで黒帯とか持ってたんで、まあ、それでやめちゃったんですよ、まあ、バスケとか始めちゃったから、うん、でまあ強さに対する憧れも残ってて、まあそういう大組織のリーダーだったし、まあなんかちょっと強くないと嫌だなと思って、なんか32歳からキックボクシング始めたんですよね、ダイエットがてら。始めたら本格的にやりたくなっちゃったってことですか？そうっすね、なんか周りからおだてられて、強いからプロの試合出てみなよとか言われて、まあちょっと出てみようかな。はあ。したらまあプロの世界結構厳しくて、まあ2連敗して3回目でやっぱりやっと勝とうと思ったら、あのやっと引き分けで、まあそっからまあタイとかシンガポールに渡って一生懸命練習して、そこから連勝してなんとかチャンピオンだった感じですかね。はあ、何回勝ってチャンピオンだったんですか？6戦目ぐらいでチャンピオンだったんですか、はあ、1回タイトルマッチをやったっすけど、その前にチャンピオンになる前にそれ負けちゃって、うん、4回目で、タイで、ムエタイの試合して、で世界ランカーになったんですね。そっからなんか箔がついてタイトルマッチができるようになってって感じですかね。その間は事業落としてですか？人あ普通にやりながらっす。うん、でも結構社長じゃないと、あの格闘技って難しいっすよ。サラリーマンやりながらの方が拘束されてるから。あ、そう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 、社長だからできたみたいな部分もあるっすよね。格闘技はどっかでやめますか？いや、やめてないです。今もジム経営してて、引退もしてないです。あ、じゃあまだ試合出る？出ないっすけど出れる状態は作ってます。あ、そうなんですね。週5練習してるんで。やんちゃしてた頃とかも、うんうん、喧嘩で強くて有名なんですか？いや別に喧嘩全然自信なくて。あ、そうですか。うん、そのなんだろう、組織が大きくて総合戦で強いのが俺はいいと思ってたんで、はあはあ、俺自身がタイマンとか張るステージに降りてったらなんかその怖くないじゃないですか、その組織って。あ、だし俺も別に自信ないし、そんな自分より強いやつなんかたくさんいたと思うし、うんうんうん、だそういうんじゃないなと思って、全部の威力を高めようとちょっと真面目にやっちゃったかもしれないですね。反省してますけど。反省してます。なるほど、うん、反省してるし、もう自慢もしたくないし、自慢にも取られたくもないし、なるほど、ただ聞かれるからあるがまあ答えてるだけで。なるほど。そうそうそう。え、そのでも、うん、組織を大きくした方が強いよねみたいなのは、うん、発想としてもう高校生ぐらいからあるんですね。そうですね、まあ楽しく遊べるじゃないですか。ほらクラブとか行ったり、まあ、渋谷で街出て、まあ、ナンパしたりするじゃないですか、はあ、その時になんか肩身狭い思いするの嫌じゃないですか、自分や自分の仲間らが、うんうんうん、まあ、そう単にもうガキだからそういうぐらいじゃないですか。大義があったわけでもないし、なんか高校生ぐらいだとなんか喧嘩が強いどうのこうのみたいなところの勝負になんか行きがちっぽい感じするじゃないですか、うん、組織でかかったらってか発想に行き着くのが面白いですね、まあ、まあずる賢かったんでしょうね。あ、そのずる賢みたいなのも昔からなんですか、うん、あんま頭良くないから今こうしてあがいてるんでしょうけどね俺も。あ、そうですか。中学の時に話戻すと、中学の時も全然ヤンキーとかそういうんじゃなくて、まあほら進行中学の最上級生じゃないですか、2年生で。で、新しく部活ができて、それでバスケ部に入って、で、仲間が決めたとか、俺が立候補したそういうんでもなく、あの顧問の先生が勝手に俺部長って決めて、へー、で、部長でキャプテンだったんですけど、まあそこそこ上手かったんですよ、練習中とか、うんうん、でも本番になると俺緊張しちゃって、あのファールが多かったりシュート結構外しちゃったりするんですよ、うんうん、しかも俺中学の時はまあまあ人気あったんで、俺がその部活に入るとみんな結構帰ってくれたんですね、うんうんうん、男子の3分の1ぐらいがうちのバスケ部だったり、へー、だから前やつ他にも多くて俺補欠になっちゃうんですよ。なるほど。2回に1回ぐらいしか試合できなくて、ほうほう、ですげえ恥ずかしいじゃないですか、うんうん、でもまあ別に俺に対する試練だと思って、はー、まあ、それでもちょっと頑張って努力してやっぱ上手くなろうと思ったり、まあ、そういう真面目なとこはあったっすね。もうやめずに。なんか普通だったらそれ、ふてくされてやめちゃったりとかするじゃないですか。まあ、一生懸命やろうかな、みたいな。そういう部分は、まあ、あったかもしれないですね。なるほどね。不器用なとこも。器用だったり。だから自分でも自分がまだ分かんなくて。でも、だからその、普通に大人が見ても、うん、田中さんがリーダーがいいよねって思っ
終われるようなタイプだったんですね、もう昔から。まあ、大人と話はできるタイプだったとは思います。なんかその新しい学校だったし、校則ってこれどうすればいいとかって校長先生とか、なんだろう、学年主任とかに呼ばれて、俺一人だけ呼ばれて一緒に決めたりとかしてたんで、まあそういう意味では大人と話せる子供だったかもしれないですね。はあ、すごいっすね、そんな。ちょっとやっぱお父さんとお母さんが商売してるからってのもあるんですか？まあ、商売するもその大した別にそんな店じゃないし、なんだろうな、まあ愛のある家庭だったとは思うんですよね。だから俺もそのなんだろう、ギャングみたいな真似事してても、まあそんなになんだろう、えぐいことせずにやってたし、すごい人数がいるから。だけど凶暴なことが良しとされる文化でもあったと思うんですよ、まあ、そういうのやってれば、それをブレーキ役になったり止めたりとか、まあ、そっちの方が多かったですかね。なんか俺がイケイケですごい強かったよというのではなくて、なんかそういう気持ちの動きが分かったりとかしたからかなぐらいで、もし俺がリーダーじゃなかったらもっと悪いなんかチームになってたかもしんないなって、そこぐらいかな。はあ、あの俺がちょっとまあ誇れるというか、なんかもっと、だったら俺がリーダーじゃなかったら準指定されてたかもしれないし、もっとむちゃくちゃなことになってたかもしれないし、っていうこともあるかもしれないですよ。音楽はどんな企画ですか？音楽は若い時クラブとか行ったりとか、ヒップホップとか馴染みあるじゃないですか、はい、頭の片隅にはあって、雑誌のモデルとか読者モデルとかちょろちょろやらせてもらうようになって、はい、でヒップホップ雑誌で連載持つようになって、それでヒップホップ意識して、そしたらまあ対談したラッパーで北斗さんっているんですけど、うん、彼をきっかけに、でゆうじ君音楽やった方がいいよとか、うん、あと R&B のアーティストシンバっていて、なんかうちのジムの会員でいて、うん、それで歌作った方がいいですよって言ってくれて、はあ、そっから始めた感じですかね。それで AK さんとかと一緒に曲出すみたいな、どんな流れになってるんですか？40歳ぐらいで初めてそのシンバと北斗さんとかの流れで、はい、遅咲きのヒーローって曲出すんですけど、はい、それが初めて40ぐらいの時出して、はいはい、まあ、それはまあ一応 iTunes で1位になったりとかしたんですよ。すごいですね。でもそれって結構誰でもなれるのかなってちょっと分かんないですけどね。いやいや、誰でもなれるもんじゃないんじゃないですか、分かんないけど。で、はい、まあ、でも思ったよりそのヒットって難しいんだなと思ってて、まあ、1年に1曲ずつぐらいちょっと出してて、はい、ただ2年前にビクターからメジャーデビューすることになって、その流れで AK69 とかジブラとかとやることになって、ビクターからなんで声がかかるじゃないですか？それはさっき言った北斗さんがなんか動いてくれて、絶対メジャーつけた方がいいよってことで、それでその流れで、あ、もうそうだって1曲目がもう1位になってるぐらいだから、それは確かにメジャーレーベルも、うん、ぜひぜひってなりますもんね。まあちょっと俺レーベルじゃちょっとおこがましいけど、まあ、うん、はあ、うん、それちなみに1曲目なんでそんな売れたと思うの？いや、そんな全然売れてないですよ、売れてないですよ。一番まだ売れたのは多分ジブラさんとやった Life is a Battle って、うんうん、新しく出てる曲ですかね。うん、だってもうメジャー5ってことですもんね、うん、メジャー5っすね。もともと知り合いだったとかではないんですか？もともと知り合いとかじゃないっすね。AK は面識とかあったっすよ、雑誌とかの兼ね合いとか、そのクラブで一緒になったりとか、うん、まあ、その程度で別に。そうっすね。はあ、じゃあジブラさんとかも別に始めまして、始めまして、会ったことはあったぐらいで、はあ、ちゃんと仲良くなったのはその曲からっすね。あ、そうですね。それでそこから一緒にライブしたりとか、ほうほう、去年の大晦日とかも東京ガーデンシアターで8000人ぐらいのところで一緒にライブしたりとか呼んでもらったりとか。へえ、うん、何やっても成功しますね。いや、全然成功してるつもりなくて、本当にこれからだなと思って、はあ、全部中途半端だから本当に極めないとなと思って。あ、そうなんですか。キックは一応チャンピオンですけど、天心とかほらタケルみたいな感じの、なんだろう、むちゃくちゃ強いやつにはおそらく勝てないだろうし、超一流ではないと思うんですよ。お、まあ普通の経営者としては、まあ、チャンピオンベルト持ってたらまあかっこいいよねってぐらいで。ほうほう。ただビジネスも全然、今令和の虎の虎で出てるんですけど、で虎の中では多分その年商も低いし、だ今勉強中なんですけど。ほう、年商いくらぐらいなんですか？年商そう、まあ10億ぐらいしかないですよね、合わせて。おい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 、でも、うん、それって上には上がめっちゃいるじゃないですか。おお、うん、もうキリがないですもんね。キリないじゃないですか、うんうん、でもまあ
仕事って別に仕事だと思ってなくて、そのなんだろう、仕事も遊びで遊びが仕事みたいなんで、もう生きていく上でやらなきゃいけないことで楽しんでるんで、別に休みとか仕事の日とかって区別もなくて、もう全部が仕事が遊びなんで楽しいんですよ。だからずっとやり続けていくことで、別に気合い入れてこれ絶対もう仕事頑張るんだって感じでもなくて、別に普通に呼吸するように仕事する。はぁ、なるほどね。で、俺が今熱中してて、あの上に行きたいのは、まあ音楽活動ですね。ヒップホップ。俺の思いとか気持ちとかが世の中に伝われれば、うんうん、いい影響与えれればいいなと思って。はぁ、なるほど。じゃあ、そっか、音楽を今一番力入れたわけですね。うん、なんかあるんですか、音楽活動でのなんか目標というか。うん、目標。まあそうですね、最前線に行きたいですよね、ヒップホップの。まあ、プレイリスト、トップ100とか K は必ず入ってるとか、うんうんうん、そこにまず行かないと話にならないかなと思って。まあ、40からデビューして、あの、売れ始めるラッパーっていないじゃないですか。あんま聞いたことないじゃないですか、うんうん、日本人で。ちょっと、やってやろうかな。はぁ、うん、すごいですね。音楽やっても、格闘技やっても、K やっても、何でもちゃんと成功するんですよ。いや全然成功してないですけど、全く仕事もできなくて、キックボクシングも何も結果出してなくて、格闘技とか、うん、が音楽頑張る人は説得力ないじゃないですか、うんうん、まあまあある程度大体結果出して、ただ本当にこれやりたくて集中したいのは俺ヒップホップなんだって。だから集中したらどんだけになるかちょっと試してみようかなと思います。はあ、どこでやりたいとかあるんですか、箱的に。この間 AH1 って2万人ぐらい集まるところで歌ったんですよ。単独ライブですか。はい、いや、あのヒップホップフェスで、うんうん、トップヒップホップアーティストがみんな集まるとこで、ロフカルマとハンニャ君の後に出ました。はあ、すごい。ちょっと緊張したっすよね。俺の前がハンニャ歌ってるから、やべ、ハンニャすげえうめえと思って。当たり前ですけど。はあ、単独ではどういうとこやりたいとかあるんですか、気持ち。あ、気持ち、基本あれじゃないですか、単独で武道館できたら一人前なんじゃないですか。ああ、ヒップホップ、ヒップホップって多分、うん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 、おそらくソロでは今やってるんですか、ライブは。あ、全くそれやってないです。あ、それやってないですか。まだ要は曲数もそんなないから、7曲ぐらいしかないからライブとかできないじゃないですか。あ、そうそう、今曲作ってる感じです。なるほど、確かに倍は必要ですもんね。そうですね、倍はないと7曲でそうワンマンって無理じゃないですか。そうっすね、うん、へえ。チームリーダーやってる頃はそんな、うん、ラッパーになると思ってないですもんね。それは思ってないですね。その時はその B-Boy とかそういう音楽やってる人間が、まあギャングスターに比べたらちょっと弱く見えちゃったんで、狩る対象だったりとか、はいはい、そういう風に見えちゃったんで、ただ今はそういうリスペクトもあるし、まあそういう時からそういう立場にいながらそれやってたらもっと面白かったんだろうなとは想像したら楽しいですけど。その立場にいてラップやってたらすげえ楽しくないですか。みんな来てくれたり、力あって。なるほど、 それをやってればよかったなと思って。そっか、そしたらキャリア20年分あるそうね。そう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 、それでキックボクシングも32からわざわざおっさんになってから始めないで、別にその時からもうやってて、同時にもっと早くからやればよかったなと思って。確かに1000人自分のことをリーダーだと思ってくれる人が、うん、いる状態でやるのと、うん、はやってたら確かに楽しいでしょうね。絶対楽しかったはずなんですよ。なんでそこに行かなかったんだろうと思って。はあ、しかもだってそれの一つじゃないだろう、ゼップとか簡単に生まれそうですもんね。そうですね、その要はそのメンバーが来てくれるだけじゃなくて、そのメンバーだけじゃなくて、そのメンバーの周りの友達とか女の子とか。そうっすよね、その時代にやってたら2000とか簡単に生まれそうですもんね。まあ当時やったら埋まってたかもしれないですね。はあ、でもそういう問題だけじゃないじゃないですか。自分がもう下手くそだったり、あれしたらもう話にならないし。確かにそうっすね。だけどちゃんと真面目にやってれよかったなっていう。はあ、その甘いもんじゃないのはもう100も承知なんで。はいはいはい。だから一生懸命。でも逆に言うとその2万人のフェスにはもう呼ばれるところのチームにしたわけですもんね。まあなんで俺がそこに出ていいのかって疑問が、自分ではもうおこがましいなと思ってるんですけど、まあ一応呼んで、一応歌って。そうっすね、呼んでいただいてるから選ばれてるってことですもんね。うん、そうっすね。はあ、すごいな。腹は座ったっすよ、2万人の前で。俺の曲知らないやつがいっぱいいる中で歌って歌い切って。はあ、うん、でも実際どうなんですか、2万とかってなってくると もはや多すぎてちょっとよく分からなさそうじゃないですか。そうっすね、なんか俺も経験積むために安いギャラでも呼ばれて歌ったりとかするんですよ、はい、まあ30人ぐらいしかいないとことかで、はい、そういうとこの方が緊張したっすよ。まあ、ですね、表情見えますもんね。表情見えるし、そう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 。逆にたくさんいた方が、ジブさんとやった8000人のとこでも
普通に緊張しなかったっすね。でもまさかそんなその、うん、10代20代の頃に見てきた景色のことを歌にするって感じじゃないですもんね、なんかノリとしては。そうっすね、その悪自慢とかはもう一番避けたい立場じゃないですか、うん、なんか、うん、ただそれが聞かれることやっぱ多いからまあ答えるし、まあまあみんなそれが聞きたいんだろうし、うん、まあ当時のその気持ち、まあジブさんと出した Life is a Battle っていうのは、当時の気持ちも少し、まあ出してありますけどね。うん、その景色というか、そうですね、当時の心情というか、やんちゃしていく上で、まあ人を傷つけたりもしたけど、まあ、振り返ってたり、いろいろ自問自答してたら、まあこっちがやられてたし、まあ、救われたぜ足元とかって、うんうん、あの離陸に書いてあるんですけど、うんうんうん、だけどまあなんだ今ここでビジネスの世界で生きていくと決めたとか、うんうんうん、そんな内容ですかね。あと反省振り返ってるんですね、うん、そうですね、うん、そのビジネスの世界でちゃんと生きてこって決心したって感じなんですか、それとも普通にやってったらハマってったって感じなんですか。まあ徐々に決心してった感じですかね。やっぱりなんだろう、年取ってきて大学卒業してくると、その仲間たちも極めてきてヤクザになったりとかするじゃないですか、うんうんうん、で俺はその本当の悪党じゃないし、そっちに行く人間じゃないなってのも分かったんで、結構そのなんだ有名なチームとかその行くとこまで行っちゃってた人間ってもう死んじゃったりとか長い懲役とか行っちゃったりとかしてると思うんですよ、はいはい、結構みんな消えちゃったりとか、うんうん、でも俺の場合はまあこうやって音楽できてたり、会社とかみんな引いてやれてるのは、まあそんなえぐいこともしなかったし、ブレーキ的な役割してたからとか、うんうん、まあそういう一応両親も残してたからかなと思うんですよね。だから俺本当に強い気持ちが俺の中にもあったら、そんなギャングの真似事なんかせずに、最初からもう格闘技で格闘技早いうちに極めちゃって、アーティストのアーティストとか、そのビジネスのビジネス、もうそっちで真面目にやっててもよかったんじゃないかなと思うっすね。し、これからなんかそんなブレイキングダウンとか、なんかその不良の流行ってるじゃないですか。うん、あれ否定するわけはないですけど、わざわざそんなことしなくして、不良っぽくしなくても、うんうんうん、自分の、なんだろう、思った道を、外にそれずにやることの方が強くてかっこいいんじゃないかなって今思うっすね。まあ、本当そうです。その通りですよね。うんうん、目をかけない方がいいし、本当に自分らレベルのみたいなお遊びギャングですらすごいリスクがあったんで、うん、やっぱり死ぬかもしれないじゃないですか。あ、まあそう、まあ、死ぬかもしれないですよ。親に迷惑もかけるし、まあ捕まることはもちろんで、いい方向とか環境に行きづらいじゃないですか、うんうんうん、だから しない方がいいですよね、そんなもん、うん、だからあえてその昔のそういう自慢話みたいのはちょっとしたくはないですけど、まあ聞かれればこういう感じでこういう風に答えるしかない。いやでも、いやいいと思うんです、絶対、うん、そうですよね。だってしない方が絶対いいですもん、別に、うん、そうですよ、うん、そういう意味で俺がいてこういう話ができて、そういう方向に行かずに自分でやりたいことを早い時期からやっとこうって思える子が増えたらいいっすよね、うんうんうん、そうなんかこの子に出た意味があるというか、あ確かに、うん、変に別にその周りとか地元のしがらみにとらわれてなんかその不良集団にいるとか、まあ、それも別にやめた方がいいんですか。自分の好きな行きたいところに行った方がいいし、うん、うん、だからまあ後悔はしてないですけど反省もしてるし、まあ、あの時それやってなかったらどうなったんだろうって考えることも多いから、うん、まあ、自分のガキの時と同じような立場の子がいたら、まあ、やめた方がいいんじゃないって、うんうんうん、好きなこともっと本当にやりたいことをもう一回胸に聞いて早く始めた方がいい、うん、はい、じゃあ失礼します。出演者大募集、概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。ガイノクチャンネル三谷の下でディレクターになりたいよという若者大募集中です。概要欄掲載の応募方法でご連絡お待ちしてます。一緒に面白いもの作りましょう。2月24日新宿ロフトプラスワンにて元自衛隊五ノ井奈さん、ひろゆきさんの妻西村ゆかさんとトークライブを行います。よかったら遊びに来てください。さらに3月16日も札幌ファンステージさんにてトークライブを行います。終演後ファンコミュニティ限定の打ち上げも行いますので、よかったら入ってください。よろしくお願いします。